どうもです、ゆうたけです。はい、アイテム獲得編かまなんかわかりませんけど、アイテムゲットのための続きです。まあやっていきましょうか。よいしょ。ひどい、もう死にまくってる。これ5000回いくかも。ロードゲーム、前回青を取りまして、んでピカチュウはまあだいぶ前に取っちゃってまして、でクリスタルはボス倒してからなんかあの見えない道みたいなところを通ったりして取ったので、あと3つですね。あと少し、ついにこのゲームが終わる時が、ははで、ですね、今もなんとこのラスボスを倒した人、あーまあそっからちょっと1日越しちゃってますけど、深夜でで非常に疲れてる状態なのにやるという意味のわかんないことをやっています。なのでちょっとこのパートはテンションが低いかな、それか逆に夜のテンションでおかしいかもしれないので、ご了承を。はい、で次はですね、この5つ目を取るためにはどこだっけ、ここかな、ポケモンのカードかなんかわからない、そう下、ここの下でピカチュウ取ったので、でこの次の方のなんかまただいぶ奥なんですよね。ほんとだるい。なんかもう2周目やってるのと同じですよね、これ。完璧、もう全部2回やらされてる感じで、もうしょうがないのでやっていきますけど、まあほんとこのポケモンカードの最後のところまでまた行くことになります。じゃあまずちょっとやってみますか、久々に。このカード懐かしい。あれ？よしよし。で、どうする、ここは一気に行きますか。確かどっか穴開いた覚えがある。なぜ覚えてるしゃ。ああ。またしばらくしたらカット入れてやりますね。とりあえずは、よいしょ。どっかが開いた気が。おお、ここですね。お、もうセーブか。うわっ。そう簡単にはいかなかった。やられた。わあ、ミスった。分かってるのに。よしよしよし、でここはいける。よし、セーブきた。とりあえずこいつ落としてセーブ。ふう、これでやっと1個だからな。多分あと5つぐらいあると思います。はい、あっ、ニッコ動画、ごめんなさい。ドワンゴが午前2時ぐらいをお知らせします。ちょっと待って、ニコニコつけてた。はい、今午前2時です。よっしゃ、せめてこのあの最寄りのところまで近づけようと思います。よいしょ。懐かしい。あ、てかもうここら辺は下ってきそうだな。
どういったんだっけ、あーミスった。あら、まあ何度もやったところだと思うのでカットしますか。あ、はい、やっときました。比較的今までよりは早めだったかな。で、今回の場所はなんとこんなところらしいです。おっと、早速ちょっと待って、ちょっと待って、説明する暇もなく、え、無理じゃね、ちょっと先も見る暇もなかった。はい、あ、トゲ、あ、これはなんだ、わかんない、ポケモンピンボールかな、多分そんな類だと思います。少なくとも RPG であれは見たことないかな。さて、これどうする、いけんの、え、ジャンプして撃つ、撃って消えるもんなの草って。あ、ミスった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 、あー、ミスった。ていうか、この、来た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 、あー、床抜け、ジャンプしながら連打すればなんとかいけますね。それにしてもこいつムカつく、あー、え、さっきこれさりげなく超えたんだ。こんな中、ジャンプ制限までかけられてたら、お、なんとかいけた、来たけど、これは、お、あ、やばい、時間が、時間じゃなくて闇が、闇エネルギーが襲ってくる。本当恐ろしいわこいつ。あ、よし、あー、あ、あら、ここだ、こっちの、あ、あれ、やん、すっごい疲れるってか、よいしょ、あ、真ん中、真ん中、あっと、最後が無理だ、やっぱラスト2で無理だこれ。最後どうやった、最後、最後隙間あった、あれ、最後突撃するしかなくね、あれ、てか上のこっからいけないのかな。こっから行けたらちょっと笑っちゃうんだけど、よし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 、あ、行けそう。行けそうな剣について、あー、でも厳しいかな、タイミング性とか全くなくてがむしゃらで無理でした、無理です、やめます。あ、ここら辺に隠れられるからそこでタイミング待ってゲットですね、これは。よし、今度こそチャンス残り5回、そうすればいけるのさ。あはは、ちょっと落とし穴うぜ、テンション上がらねえよこれ、また、やばいやばいやばい、あと3回しかないよ。落ち着いて穴を通り抜けていこう。あは、ちょっと待って、やばいやばいやばい、あ、あ、あ、最悪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 、ちょっと待って、ごめん、なしなし、ノーカンノーカン。ごめん、ごめんなさい、ごめんなさい、もう何の効果もなしですこれ、普通にやります、普通に。いける、いける、あー、ギリギリ取った、危なかった、うー、疲れた、あー、終わった終わった、あと2箇所、あと2箇所ですね。それはちょうど今午前2時半ぐらいなので、
まあ今日の午後ぐらいに。はい、また時間が過ぎて再スタートです。ちなみにまた午前1時半とかそんな時間です。かなり明けちゃいました。今日はずっとなんか、今日じゃねえか、昨日か、編集みたいなのしてました。おお、死んだ回数4525、2000回低かったらニコニコ。はい、なんでもないです。で、これひどくないっすか。あと 1,2,3,4,5,6,7,8 だと思ってたのに、こんなとこに出やがったよ。ポケモンピンボールかなんか。ってことは、あと 1,2 で 1,2,3 5つあるよ、5つ。どうしてくれんだよこれは。はぁ、あ、長い長い。ということで、どんどん取っていこうと思います。あ、ここじゃねえ、どこだっけ。はい、ですね、ちょっと調べ直したっていうか、見た結果、今回は一瞬でいきます。ここです。だからここでセーブしていけば簡単かな。ここです。こんなとこだったとは。あ、右上になんかある。あれはポケモンカードゲームのゲームボーイのゲーム、あ、ミスったかな、多分そんなんです。で、とりあえず行くか。ですよね。なんかぐちゃぐちゃしてて、もう覚えないといけませんね、これ。上行く、降りる、あら。上行く、あれ。とりあえず、上行って、降りて、うわ。降りるのむず。壁があった。よしよしよし。で、どっかが消えるんですよ。ね、ねや。星2つが消えて、最後に足場のブロック。なんという覚えゲー。よしよしよし。で、星2つが消えて、ここだ。あっと、もっと高い。予想以上に高かった。精一杯ジャンプしていく感じかな。よしよし。で、次はどうだろう。まあ、行かないと分かりませんからね。とりあえず、うわぁ、お、いい血の跡が残ってくれた、これは。いい。こうなってるから、しかもトゲが落ちてくるから、とりあえず、ここにブロックがあるんですよね。だから、ここ、2個先へなんとか渡らないといけないんですけれども、トゲが落ちてくる。そのトゲの対処がなんとかならないか。あっと、よし、で、お、ちょっと危ない。あー、ミスった。あ、落ちたら降ってくるんだ。じゃあ落ちずに4つ目の一番上のところへ登る。よし、で、一気に、おっしょしょし。次はどうするか、まあ行ってみるしかないよな。お、普通に行けた。あれ、あれ、え、おえ、行けない。下から行けってこと。
上はハズレですかってこと？マジないわ。どうやって行くの下から？むずいぞこれ。こうか。おおお、おいけるいけるいける。おっとっと、びっくりした。あ、ミスった。あ、でも下の方がいけますかな。あ、ミスった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 。あれ乗った瞬間、上への天国行きだから避けないと。あー、むー、あ、ミスったミスったミスった。あららあらら。おえ、どういけと。星は落ちてくるし、でもこうやってトゲを出してから上行けってことですよね。うわー、これは予想以上にむずいぞ。とりあえずブロックは1個しか使っちゃ。あー、また鳴り出した。くっそ、気を取られたじゃねえか。ジフォーネレンズナックルとどうか。ニコニコ動画で奇跡のコラボレーション。囲碁が特技という連絡読後の和明が5番の上で大暴れ、千人斬りを目指します。何の新発だって囲碁を打てることを証明してやる。ドワンゴが午前2時ぐらいをお知らせします。あ、もう地方目気を取られるじゃないか。両方星降ってくんだけど。なんとかして星を降らせないと進めないの？こんな感じ？お、いいねいいね。お、いいね。で、どうする？おお！この状態で戻んのか。あー、土台が2個使ってしまった。帰れないの？でも土台1つで行けとか無理でしょこれ。下って通れない？来たね。いいよいいよ。お、よし。うわ、緊張するこれ。よし。ふう、でもこれでいつも見捨てたのに。うわ、どうしよう。頑張れ。わあ。お、うー、やり直しかよ。あー、むず。あっと、こうか。あ、結構慣れてきた。よし、こっからなんとかタイミングよく向こうに行けないか。あっ、ミスった。頑張れ。あー、またかよ。またかよ。うっそ。行くぞ。あっ、
よし、よし。来た来た。4つ目だよ。1個先。お、お、お、お。来たよ、これは。よし、ふぅ。疲れた、疲れた。いざ帰宅。さて、次はと言いますと、こっちの方なんですよね。次は遠いですわ、これ。あの、水辺のやつは何でしょう。あ、無理でした。ということで、また飛びます。